とオープニングを変えてみました。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題は、WHO が台湾を称賛するってについてです。一体どうしたんでしょうか。世論の動きに危機感を感じてきたんでしょうか。気になる内容をフォーカス台湾の記事からご覧くださいませ。新型コロナウイルスの感染拡大で台湾の防疫対策への評価が世界的に高まる中、世界保健機関 WHO の幹部が17日台湾を称賛する立場を初めて示した。外交部の王蔵安報道官は18日台湾の完全な形による WHO への参加は台湾と WHO 国際社会がそれぞれ利益を得られるトリプルウィンにつながると述べた。 WHO が現地時間17日にスイスジュネーブで開いた会見で、台湾の排除に対する批判の高まりについて記者から指摘が上がった。これにテドロス事務局長は応じず、感染症専門家マリア・ファンケルクホーフェ氏が台湾とは情報交換をしていると回答。緊急事態対応を統括するマイク・ライアン氏は、台湾は称賛に値するとし、非常に良い公衆衛生の対策を取ったとコメントした。一方、法務を担当するスティーブ・ソロモン氏は、台湾の参加については加盟国が決める問題で職員に決定権はないとの見方を示した。王報道官は WHO が台湾の感染防止策を肯定的に評価したとこれに言及。ただこれまでの対応から WHO が政治的な配慮による制限を受けていることが証明されているとし、台湾はその結果理不尽で差別的な扱いを受けてきたと指摘した。また中国政府は台湾を統治したことは一度もなく、国際組織で台湾人を代表する権利はないとした上で、台湾人によって選ばれた政府こそが WHO で台湾人の代表を務める権利を持つと説明。民主的な社会でも効果的な感染対策を取れると証明した台湾モデルの経験を国際社会に伝えたいとの考えを示したとの内容です。この内容を見る限りは、先日の動画で1月14日に感染拡大の注意喚起をしたというファンケルク・フォーフェ氏は比較的中立の立場ということなんでしょうね。まあテドロス氏は相変わらずといったところですが、現状ではアメリカとオーストラリアが WHO と中国に対して感染拡大の対応を誤り、中国の状況の深刻さを隠蔽したとして独自の調査をすると表明しましたね。オーストラリアは以前までは中国に対して比較的良好な関係を築いていたように見えましたが、昨今の土地の爆買いや北部ダーウィンの米海兵隊の拠点とする港を米国に知らさないまま中国に99年間も貸与する契約を結んでいたりと、今までの中国マネーに目がくらんでいた地方都市に対してさすがの中央政府も危機感を感じていた矢先に、今回のコロナによって中国に対する見方が変わってきたとの背景もあるようです。いずれにしても今回の記事にあるように、一部の WHO の職員は台湾の WHO への参加に肯定的ということですが、視聴者の皆さんも言われる通り、米国などと共同で別の国際機関を作った方がいいようにも思えますね。まあその際には WHO はお払い箱ということで。以上、日本もいい加減目覚めなさい。